京都橘高等学校吹奏楽部2022年の国慶節に台湾に来て公演するオレンジの旋風京都橘高校吹奏楽部ではありません。日本に帰って消えていく。その代わり京都橘高校吹奏楽部を楽しみにしていました。台湾に戻ったら裕福になるよ。 YouTube チャンネルを毎日開いてください。台湾建国記念日期間、主要報道メディアによる視聴者が自由にアップロードできるセルフメディアで撮影制作されたもの。京都橘高等学校吹奏楽部動画プレート検索を続けてください。台湾で新たな運動を形成。京都橘高校吹奏楽部の名声再び改善されました。時間が経つにつれて毎年クリスマスと大晦日お祭りの雰囲気がどんどん強くなっていきます。文化連盟静かに準備して招待する京都橘高等学校吹奏楽部大晦日のショーにリアにご参加ください。京都へ出発する前に特にアイブンドライマンゴー、そして常庄第三王子のパイナップルケーキ、そして光明女子高校が用意したクリスマスプレゼント。京都橘高校ミュージカル部だから、私は台湾マンゴーが大好きなので、残念ながら年末はマンゴーの最盛期ではありません。台湾産の生マンゴーはありません。アイブンドライマンゴーに切り替えなければなりませんでした。文化協会の大晦日プログラム、私たちを来てください。当初は京都橘高校吹奏楽部を誘致する予定だった。お祝いの言葉をビデオに録画する。京都橘高等学校吹奏楽部はこう学びました。人気曲を多数特別に用意、そして京都山城運動公園にやってきました。ライブパフォーマンスとビデオ、台湾の支援と熱意に感謝しませんか。